願いします。市長、今日行われた技能職員の給与の検討会議なんですが、これは8月まで任期が設定されている検討会なんですが、どのような形で報告をまとめて給与を反映させていきたいお考えなんでしょうか。まずまとめてもらうところからですけどね、今日すごいいい意見交換できましたよ。公務員の官民給与比較のね、メカニズムがいかにデタラメなのか、もうはっきりしたね、すごいいい意見交換ができました。本当はフルオープンでやりたかったんですけども、やっぱり各皆さん会社のいろんな情報をそれをもう開示してくださいましたんでね、ちょっとなかなかフルオープンではできませんでしたけども、いやもう本当にもう官民給与比較のね、そのメカニズム、これがいかにデタラメか、これが日本全体でこんなデタラメなやり方でね、公務員の給料を決めてるっていうことを、これやっぱり正さないといけないですよ。こういうことをきちっと正してからね、最後国民の皆さんに、どうしてもお金がない場合には増税をお願いすればいいわけで、大阪市だけでこんな状況ですから、全国の自治体もとんでもない状況になってるんじゃないでしょうかね。だから今日座長にお願いしたのは、具体的に額にまで踏み込んでね、取りまとめをしてもらいたい。ピシャッと一つの額が出てくることは難しいのかも分かりません。ある一定の幅を持ってもらってもいいかなということを言ってるんですが、今日資料はオープンにしてますので、23ページ、24ページの勤続年数に伴うその給与額のグラフがありますけれども、あれをこの今回の検討会でね、ちょっと一定のその給与水準のラインを具体に示してほしい、23ページ、24ページのグラフを作ってもらいたいということは座長にお願いしたんですが、ちょっと座長もいろいろ考えさせてほしいと。公務員給与の公務員の制度は法律に基づく制度なので、なかなか感覚的に決めるわけにもいかないのでね、考えさせてほしいという、そういう座長の最後の引き取り方だったんですけど、今日業界団体の皆さんにね、出てきてもらって、いかに本当にこれでもまだ今大阪市のこの給与表でも相当変えたつもりなんですけどね、民間の皆さんからしたらね、とんでもないというそういう感覚認識に持たれてるんですね。本当にここをきちっとやんないとね、国民の皆さんに増税をお願いするなんていうことは本当申し訳なくてできないですよ。今日その意見交換されている中で、おかしさというのは、金額の水準の部分なのか、それともなんかメカニズムのところで何か、水準です、水準です、とんでもないです。これはもう公務員の世界だからこんな馬鹿げた給与水準になってしまうんで、ただ僕は今日言ったのはね、働いてる人たち その給料がどんどん低くなればいいというのは思っていないので、民間の皆さんから考えてね、やっぱりちょっとあるべきここぐらいまでは目指していこうという、そういう考え方のもとで、ね、議論を進めていきましょう。何でもかんでもこれ低ければいいというものではないですから、ただ納税者の皆さんから、国民の皆さんから税金を預かっている我々が公務員の世界の給料ばっかり上げててね、こんなのはもう納税者からしたらとんでもないという、あれですよ、怒りですよ、こんなのは。だから官民同じようにみんなが納得するような給与水準にしなければいけないんですけども、むちゃくちゃ給与水準がやっぱり高いですね。だからもう全くそもそも現業職については人事委員会の、人事院の対象外になって、人事院の勧告の対象外になって、だから誰も調査してないんですよ、きちんとした調査。でこの行政職の方の人事委員の、また人事委員会の勧告、それに倣ってね、現業職の方の給与水準を決めてるというね、デタラメさですよ。だって現実の同じような職業が民間にはたくさんあるんですから、そことしっかり比較をしてね、そして民間の皆さんの給与水準も下がらないように、もうどんどんデフレで下がらないように、ある程度こういうところを目指していきましょうというところを話し合いながらね、公務員の現業職の給与を決めていかないといけないじゃないですか。みんなびっくりしましたよ、大阪市のその今の状況を説明したら、みんな信じられないっていうような、もうそんな状況でしたね。それでもこれでも改革をやってなんとかやったんですっていうふうに説明したんですけども、大阪府大阪市もね、
兼業職の給与水準はやっぱりきちんと適正にということで、公務員行政職の給与表の 2というものを使って改定しましたけど、それでもやっぱり民間の皆さんからしたら驚くような数字だったんでしょうね。それから評価の仕方、人事評価の仕方もびっくりしてきましたね。まあ、ただこれも改めてね、僕は職員基本条例を出した時にはそれは公務員組織から ものすごい反発を食らいましたけども、みんなものすごいやっぱり企業はね、人事評価厳しくやってますよ。昔その5段階評価で SABCD、 SAB だけで 99% 以上が SAB だって言ったらもうみんなひっくり返ってました、ただ今回の改革でその下から2つ目、だから5段階評価で C と D、 ここに 15% の C と D になるんですっていうことを言ったら、我が社ではある会社では 20% だいたい下から2ランク目のところが20% ぐらい、まあ、ここやっと近づいてきた感じですかねというような話をしてたんですが、民間企業の場合には下のランクは減給ですから、公務員の場合にはこれ減給できないんでね、一番最下位のランクでも昇給ゼロ、もう一番下でもゼロなんですよ。しかし民間の場合にはこれ減給ですって、仲間皆さんもう呆れてたっていうような状況ですけどね。やっぱりこんなことやっててね、国民の皆さんに増税を求めるなんてことはできません。もうこれはもう国政課題としてちょっと維新の党で僕はここ一番大きなテーマとして掲げてますから、公務員給与の適正化ってことはしっかりやらないと納税者の皆さんに納得できないと思います。僕だから決して公務員の給料をどんどん下げればいいというふうに言ってるんじゃなくて、官民バランス取れた給料にしましょうと。その公務員だけがもうとんでもない高額な給料をもらってる現実がもう今どんどん明らかになってきてるんでね、これはやっぱり許されないことだと思いますね。実はできるだけ具体的な金額を出してほしいということを、座長とかに考えたわけですが、これは市長の12月までの任期中にその金額を具体的に反映させていくところまでお考えなんでしょうか。できたらそういうふうにしていきたいですけどね、今でもおかしいということがもうはっきりしてるわけですから、やっぱり是正しなきゃいけないと思いますよ。これだけいろいろ改革をやったつもりなんですけども、それでもやっぱり民間の皆さんから見たらとんでもない給与水準だったんですよね。ただもう一方では人事委員会と人事室の方で、しっかりした証拠集めというかね、実態調査もやります、予算つけましたんでね、これもやりながら、そしてそういう今回の検討委員会の皆さんでしっかり議論してもらって、やっぱり官民不公平感がないように納税者の皆さんがやっぱり納得するような、ね、公務員給与の水準にしないといけないですよ。もう本当にこっち側の僕も行政の仕事をして市長知事やってよく分かるんですけども、納税者の税金を預かってるのになんか公務員だけ特権意識があるのがね、それはもう許されないことだと思いますよ。まあでもそれも何でもかんでも下げればいいってことじゃなくて、しっかり公務員も働いてくれてるんでね、それは官民きちんとバランスの取れた不公平感のない給与体験しなきゃいけないと思いますね。市長すみません、今日議会の方で都構想の協定書提出されまして、明日には市議会で提出されるということになりますので、住民投票前の最後の議会になるわけですけれども、どのような議論論戦を期待されていきたいですか。いやだから問題点あるんであれば本当にいろいろ疑問点見つけてもらいたいんですけどね、きちんと回答しますし、問題点あればそれは素直にそれはしっかりとそれを受け止めてね、じゃあその対処策対応策というのを考えますから、問題点があるんだったらしっかり僕に言ってもらいたいんですけどね。だって今回もね、メディアの方に自民党が都構想っていう呼び方をやめろっていうのを言うわけでしょ。だからそれ論戦して僕にぶつけてきてくれたらいいわけですよ。メディアの皆さんもそんなもうあんな自民党の要請文なんていうのは馬鹿げた要請文で応じることはないと思いますけども、大都市地域におけるね、特別区設置の法律と、大都市地域における特別区設置 についての法律、なんか大都市法ですよ、あそこの10条できちんとね、特別区が設置された場合には、府県であったとしても、都とみなすということになってるわけです。だからこの名称がね、都になるかどうなのかっていうのは、これはもう後でまた法律出して、名称も変えに行きますけれども、しかし大都市の中で、その、公益行政と特別区っていう仕事の役割分担をきちっとやったね、その自治体のことを都とみなすっていう法律上もちゃんと書いてるわけですから、それは名称がどうであれば都とみなされるわけですよ。だから都構想で何にも問題ない。だからどっかの学者がね、
言ってることをまたこれ自民党それに流されてしまって都構想って言葉使うなって、大都市法の10条を見てね、それで都とみなすってなってるんだから都構想って何にも問題ないわけですよ。あと名称のところはきちんと法律をまた出して、ね、名称も変えていきますけれども、名称がどうであれ特別区が設置された都道、特別区が設置された府県というものは都と法律上見なされるわけですから、都構想で何も問題ない。だからこういう話も僕にぶつけてくれたらすぐ反応するんですけどもね、まあ、今回この議会できちっと問題点いろいろ言ってもらいたいですね。税金が奪われるとかいろんなこと言ってるわけですから、住民サービスが下がるとか、やっぱりこれ議会に議論することが僕らの義務だと思うんですけどね。大都市局の職員に聞いたって議論ならないですよ。書いてある行政マンとして作ったその書面についていろいろ答えるわけなんでね、論戦には なりませんよ。ちょっと定価小学校のですね、跡地の方なんですけれども、譲渡先の不動産会社がですね、転売のようなことをしようとし、結局貸し切りにはなったということなんですけれども、それについての検討のですね、今後の対処を伺います。一応確認したんですけどもね、転売ということはないというふうに聞いてるんですけどもね、もともとプロポーザルを出してくれたその事業者がそのままやるということで話は進んでいたみたいで、その報道であるスーパーが、ないしはそこの SPC がね、SPC 特別目的会社の方が事業を進めるということではないというふうに聞いてます。それから今問題となっているその課題についても報告を受けまして、その課題についてはきちっと解決に向けて進めているということを聞きましたから、引き続きしっかりやるようにということで指示を出しました。その現状、もともと平成28年度中の完成ということで、今年の3月から着工するということだったんですけれども、それはちょっと遅れそうなんですが、それについても今後対処指示されたという。そうですね、だから期限内にやっぱりルールは守ってもらわなきゃいけないので、ね、着工がいつなんですか。着工は着工今年の3月着工で28年度中の3月着工はもう伸びるんですか。そして、5年以内の着工が期限になる。だからまだ今年じゃないんですよ。1年だったり25年、5年以内に着工で8年後に完成でしょ。ほら全然問題ないです。あれ3月に着工っていう期限何の期限なんですか。ちょっと確認。それだから当初のスケジュールとかそういう話なんじゃないですか。それはこっちのルールは5年以内の着工の8年以内に完成なんですから、きちっと撤去もできて更地にもなって、それは事業なんですから若干スケジュールでいろいろ前後することもあるでしょうけど、5年以内の着工の8年以内の完成、それをしっかり守っていってもらって進めてもらいたいと思います。清華小学校についてはいろんな地域の皆さんの声や特に卒業生のね、いろんな思いがある中で、ああい う新しい事業をしていくってことを、認めたわけですから、校舎を残してくれっていう声がある中でも校舎の撤去っていうのを決めたんでね、しっかり当初の約束事を守って進めてもらいたいと思いますね。中原教育長が、先週末に第三者委員会で、職員に対してもパワハラに当たるよというような言われてました。これはあるか。いや残念ですし、やっぱり注意もしました。ただね、正当化はこれ絶対できないねってことはもう2人で確認した上でね、やっぱりこれ誤ってたし、間違ってたし、反省はしなければいけないし、今後改めていかなければいけないけれども、いろいろ話をこう僕も彼とはいろいろ話をしてきてましたのでね、状況も知ってますけれども、やっぱり外から入ってきて、で44かそれぐらいで教育長になったわけでしょ。だからこれ言い訳にならないし、正当化はもうできないけれども、44ぐらいでその教育長という大阪府教育委員会というもう巨大な組織のトップになった。でそれまで彼は民間事務校長として校長だったわけですよ。で校長のポジションにいてる時にはね、
教育委員会事務局の教育官とか、持ってたら高等学校の課長とか、ものすごいまあ上のある意味管理職なわけですね、校長から見るとね、もう教育官といったら相当上の大幹部ですよ。で今度それがポーンと今まで自分が校長やってた時に大幹部だと思ってたメンバーがみんな今度 一夜にして自分の部下になるわけですね。でみんな部下は年上ですよ。でやっぱりそこで戸惑いもあったし、いろんなやっぱり進め方について悩みもあっただろうし、焦りもあっただろうし、まあ、僕からいろんな期待、僕からも期待されるところもあ、僕からも期待していたところもあったんで、ね、知事もすごい期待もしてたし、いろんな焦りもあったし、なんといってもやっぱり、まあ、これは僕にも言えることだけれども、やっぱり弁護士っていう職業でずっとこうやってきてるんで、ね、その第三者とこう議論して、論破していく、場合によってはもう攻撃していくって話と、組織内でその職員とこう議論して指揮命令を出していくときのその議論の仕方っていうのをやっぱり分けなきゃいけないのに、ごちゃ混ぜにしてたってことは彼はもう素直に認めてるし、だって部下に対してはこれ上司っていう立場で指揮命令権もあるんだし人事権もあるんだから、別にそんな攻撃して、人格攻撃みたいなことまでしなくてもね、場合によっては人事で変えてしまえばいいわけなんだよね。だからその第三者と論戦して論破していくっていう話と、組織内で部下と議論していく話、やっぱりそこは分けなきゃねっていうことで、彼も相当反省してます、これ2年前ぐらいの話なんじゃないですか、当初の。就任当初の時にね、やっぱりいろいろ彼が方針を出しても、彼が指示を出しても、やっぱりなかなかそれはできませんと言いますか、それ考え方が違うということでかなりぶつかったところがあったみたいなんですよね。でもそこはね、ああいう形で、職員にこう、まあ、こう攻めていくっていうのはちょっとやっぱりこれは失敗だったんでしょうね。だから政策論議でもう激しく議論すればいいんですけども、その指示を出して動かすっていう時に、ああいうやり方っていうのは問題だったんじゃないか。これはもう僕自身も自分のことも考えて、自分のことも振り返りながら、まあちょっと彼とはそういう話をしてましたけど、だから正当化はできないし、もう間違ってたんだから、しっかり反省して、今教育改革の道半ばだから頑張ってとか言ってるんですけどね、まあ、議会でもそれものすごい厳しく追及されるだろうから、きちっと自分が戸惑ってたこととか焦ってたこととか、まあ部下に組織の方に責任転嫁はすることなく、ただ素直に44、45歳で教育省のポジションについていろんな戸惑いとかがあるんだったら正直に話してね、しっかり反省して頑張っていくってことを言ったらどうということは言ってます。で処分もこれは教育委員会、処分権者の方に委ねて、身体問題についても知事に委ねた方がいいんじゃないのということで、まあ、2人でそういう話をしてたんですけど、市長からは続けた方がいいとかあり、まあ、これは、まあ、僕は続けてほしいとは言ってます。やっぱり彼しかやっぱりそういう改革はできないし、全体を見れば大きくこれ改革進めてくれてますんでね、高校改革、入試改革、英語改革、まあ、ありとあらゆる改革やってくれてますから続けてほしいということを言ってますけど、やっぱりこれは職員との関係、内部マネジメントのやり方は、まあ、彼はやっぱりアメリカの弁護士でもう最前線でやってた、そういう経験もあるんで、第三者とこうやり合う話をこの組織の中にも持ち込んでしまったっていうところでちょっと失敗したんでしょうね。まあこれはもう議会できちっと厳しく指摘をしてもらって追及してもらって、彼のまたそのきちんとした反省とかそういうものもきちっと出さなきゃいけないし、そういうものも見て最後知事も判断するんじゃないですか。